皆さん、こんにちは。こもりです。今日もこもりと一緒に日本語の勉強をしましょう。今日は漢字の2回目です。今日の漢字はカレンダー。カレンダーの15回しますので、N 語コース15回のうちの2回目の漢字の勉強になります。では、始めていきましょう。カレンダーですか？月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日、そして1年、2年、年ですね。これは Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、Sunday、Year。これを一つずつ勉強していきます。これは月という漢字になります。これは火、水、木。あ、ごめんなさいね。これは月は moon、火は fire、水、water、木、tree。これは金と金によって意味が変わってきます。金だったら gold、金だったらマニーですね。これは土、日は日曜日はサン、太陽のサンという意味にもなります。これは年、年というふうにも読みます。で、一つずつ順番に見ていきますね。月と月、月、いろいろな読み方がありますけども、もう一つ一つそういうのが、あの漢字の読み方をここに書いても、あの覚えられませんので、全部文にして覚えてください。文で覚えます。これは、moon、月という、漢字で、月曜日、Monday のことです。これは、火曜日、Tuesday、そして、あの、日、fire という意味の漢字になります。一度目は、ここに、読み仮名が書いてありません。そして読み仮名を、括弧がありますから、あの、パレンティシスの中に、あなたがこれを見て答えを書いてください。これを見て、止めて、動画を止めて、そしてこの答えを書いてください。次の動画でも答えが出ますから、止めて答えを書いてください。いいですね。1番、今夜のはとても綺麗です。2番、来週の曜日にテストがあります。3番、今国へ帰ります。4番、くは祝日が2日あります。5番、暖炉のは暖かいです。6番、明日は曜日です。どうですか？止めて自分で答えを必ず考えてトライしてみてください。答えを必ず書いてから次に行ってくださいね。では私は次に行きますね。答えです。今夜の月はとても綺麗です。Moon、Tonight Moon、 今夜の月、今夜 Tonight 月 Moon is very beautiful。 2番、来週の、来週 Next week、 Next week、 月曜日 Mondayテストがあります。We will have a test. テストがあります。3番、今月、これは月、月、月、これは月と言いますね。今月、this month, this month, 国へ帰ります。I will, I'm gonna to go back to my country, 国へ帰ります。今月、this month。今月、国へ帰ります。9月、September ですね。9
月、これは月と言います。9月は祝日が、ナショナルホリデー、祝日が2日あります。2 days。ナショナルホリデー are 2 days。5番、暖炉、暖炉って何だった？何だったかな？忘れました、英語。暖炉のマントロピー、マントロピースかな？暖炉の火、fire ですね。火は暖かいです。It's very warm. 明日は火曜日です。明日 is tomorrow. Tomorrow is 火曜日、Tuesday。もう一回読みますね。この答え合っていますか？答えを調べて、そして書いてください。止めて、動画を止めて、答えを書いてくださいね。今夜の月はとても綺麗です。来週の月曜日にテストがあります。今月、国へ帰ります。9月は祝日が2日あります。暖炉の日は暖かいです。明日は火曜日です。で、こういうふうに、この下線部分を、アンダーライン、下線部分を、読み方を書きなさいっていうときに、この曜日っていうのは、ここに曜日と書いてありますね。ですから、この月だけが答えになりますから、ここのところに、これをもう一度書かないようにしてください。これを自分で書いてはいけません。あなたが答えとして書くのは、この漢字の読み方、月だけです。今月だったらこの月だけね。で、9月だったら、くはもう書いてはいけませんので、月、この赤い字だけを書いてください。これしっかり覚えてくださいね。二重に書いてはいけません。漢字の読み方だけを答えに書きます。では次いきますね。次は、水曜日、Wednesday、木曜日、Thursday の、これは水とか水とか water ですね。水とか水とか言いますね。これは木、木曜日で Thursday ですけども、これは木、木、僕とかいろいろな読み方があります。難しい読み方は、この文章で覚えてください。文章で覚えてください。いいですね。これだけで覚えるのは大変ですから、文章で覚えます。1番、喉が渇きました。が飲みたいです。喉が渇きました。が飲みたいです。2番、曜日は映画が安いです。曜日は映画が安いです。3番、駅の前に桜のがあります。駅の前に桜のがあります。4番、この公園は古いタイが有名です。この公園は古いタイが有名です。毎週曜日に会議があります。毎週曜日に会議があります。はい、では、もう答えいきますからね。またの人は止めて答えを書いてくださいね。はい、では次答えいきます。喉が渇きました。I'm very thirsty. 水が飲みたいです。I want to have a cup of water. Water. 水が飲みたいです。I want to have.Drink. I want to drink. 飲みたいです。2番、水曜日は映画が安いです。これ別にこう決まってるわけじゃないですよ。水曜日が安いところもあるし、そうじゃないところもありますからね。映画が安いです。Very cheap on Wednesday. 水曜日って言います。水曜日は映画が安いです。
movie is very cheap. 3番、駅の前に桜の木があります。これは tree、cherry blossom tree ですね。桜の木があります。There is a, a cherry blossom tree in front of the station. 駅の前に桜の木があります。うん、ありますの時はがでしたね。駅の前にプレイスに、駅の前に桜の木があります。ね。女子、覚えてますか？この公園は古い大木。大木っていうのは大きい、ビッグトリーのことです。大木、ビッグトリー。有名です。famous、famous。この公園は、this park is very famous。なぜですか？理由は何ですか？ because、there is a big tree in this park。 有名です。有名ですも大木が有名です。この公園は有名ですなんで、ね、古い大木が、古い大木を、古い old で and big tree が有名なんですね。この公園にある there isold big trees and then this big tree is very famous. 大木が有名です。5番、毎週木曜日に会議があります。ね、あります、ありますの時は、オブジェクトはがでしたね。あります、毎週、every week. Thursday 木曜日に会議があります。会議があります。はい、じゃあ次は、金曜日 Friday、 それから金だったら money ですね。これは土曜日 Saturday、 土、soil という意味も2つ意味があります。皆さんはこちらの文章で覚えてください。1番、レジでを払います。払います。pay ね。2番、デパートでのネックレスを買いました。I bought a necklace. の何ですかね。曜日にみんなでお酒を飲みに行きます。ね、これも覚えてますか？飲みに行きます。これは purpose でしたね。から、小さい芽が出ました。から、小さい芽が出ました。5番、毎週曜日は休みです。day off ですね。ここ、点ではなくて、まるですね。これ、ごめんなさい。この点は間違いです。毎週は休みです。さあ、答えができましたか？まだの人は、止めて、stop、止めて、そして答えを書いてから次に行ってくださいね。はい。答えです。レジでお金を払います。pay、これは cash ですね。お金を払います。レジは、キャッシャー、レジで会計とも言いますね。日本ではね、お会計どちらですかとか、レジはどちらですかというふうに聞きます、レジでお金を払ってください。お金、金、この場合は金、マニーのことです。金を払います。 pay the money。 2番、デパートでネックレス。何のネックレスですか？金のネックレス。ゴールドネックレス。デパートで買いました。金のネックレスを買いました。I bought gold, a gold necklace. 金のネックレスを買いました。金でできている、ネックレスですね。
プラチナのネックレス、金のネックレス、真珠のネックレス、ね、いろんなネックレスがありますけども、金、ゴールド、金のネックレスを買いました。3曜日、3番、金曜日、フライデー、金曜日にみんなでお酒を飲みに行きます。お酒を飲みに行きます。どこかバーか、バーじゃないよな。どこか、ビアホールかどこかかな、レストランかな、居酒屋さんかもわかりませんね。お酒を飲みに行きます。みんなで、職場のみんなかな、それとも学校でお友達のみんなかな、わかりませんね。みんなでお酒を飲みに行きます。それは金曜日です。Friday ですね。金曜日にみんなでお酒を飲みに行きます。金曜日。4番。これは土、ソイルですね。土から小さい芽が出ました。土から土にこう種を植えたんですね。小さい芽が出ました。スプラウトですかね。土から小さい芽が出ました。土。5番。毎週、every week。毎週、土曜日。Saturday。土曜日は休みです。Saturday is day off。ね。次は、これは、Sunday。日曜日、Sunday。1年、2年、year。これは、日とも読みます。いろいろな呼び方があります。こちらで覚えていきましょうね。1番、来週は next week は、これ、母、mother。 2番、性を教えてください。7番は、七夕です。4番、毎誕生日に花をあげます。5番、前、イタリアへ旅行に行きました。はい、全部答え書けましたか？まだの人は止めて答えを書いてから次へ進んでくださいね。来週の日曜日、これ同じ字が2つつきますけども、書いてありますけども、日曜日と、こっちとこっちで読み方が違います。これ、間違わないでくださいね。日曜日は母の日ですね。これ、一つ二つ、ここで三つ読み方が出ましたんで、これ何回も自分で言って覚えて、耳で聞いて覚えてください。来週の日曜日は母の日です。Next Sunday is Mother's Day. Next Sunday is Mother's Day. 母の日、Mother's Day ですね。母の日です。日曜日、来週の日曜日は母の日です。ね、日と日。点々を忘れないでくださいね。よく皆さん点々を忘れますからね。点々忘れないでね。次2番。生年月日。これ、月と日だけど、月とか月とか読みましたけど、こういう風に、生年月日とか、これとこれがくっついた時には、月日と読みます。生年月日。これちょっと特別なので、これだけでしっかり覚えてください。がは点々、この後に小さいつが入るので、ここは少しポーズを入れます。が。そして、p。小さい丸ですよ。生年月日。birthday。あなたの生まれた、年、月、日。私は何年、何々年。1月6日ですとかね。あなたの生年月日を教えてくださいというふうに言います。
日本ではあんまり生年はこう年は言わなくてもいいんです。生年月日を教えてくださいとあんまり言いません。そうですね、履歴書とか会社で書くときには生年月日書くことが多いですけれども、友達同士で話するときには生年月日、年はあまり言わなくてもいいですよ。私の誕生日は何月何日ですというふうに言います。でもこれは生年月日、生まれた年、月、日、全部を表すときにこの生年月日と言います。Birth, year, month, date ですね。3番、7月7日は七夕です。七夕です。七夕フェスは7月7日と読みます。7月7日。7月7日。4番、毎年、これは年ですけども、年とも読みます。毎年、every year、毎年、誕生日に花をあげます。I will give a present, flower, her birthday, 誕生日に花をあげます。5番、2年前、これは年ですけど、これは年ですね。2年前、イタリアへ旅行に行きました。I went to Italy two years ago. 2年前、イタリアへ旅行に行きました。となりますね。はい、まとめです。このマンデー、月曜日、月、月、月が、いろいろな読み方がありましたね。これは火曜日、チューズデー、日、ファイヤーの意味もあります。これは Wednesday、水曜日、水を表します。水、水というような、読み方があります。これは Thursday、木曜日、木。だけど意味は、木、tree という意味もありますね。これは Friday、金曜日、金と読んだら、money、金だけだったら gold。という意味になります。これはサタデー、土曜日の字ですけれども、土と読んだらソイルになりますね。土曜日、土。そしてこれが日曜日、母の日ですね。サンデー、日、日、日、いろいろな読み方があります。これは年と年という意味ですね。一つ一つの読み方は前の文章の中で覚えてください。ではこれでまとめを終わります。今日もこまりの授業を聞いてくださってありがとうございました。Thank you for watching. 面白かったなと思ったらいいねマークの方もお願いしますね。そしてまた登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。